6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them.I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation.国が守らないといけないという状況ですから、まずは盗まれた兵器について報告によると化学物質の搬送者が消え兵器販売店で窃盗があったと聞いています。これは事実か、それらに関しては現在の情報はありません。変態のリーダーは私だ。マーカスとの言う名で知られる変態の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊すると破壊しちゃう。できるもんならやってみろ。じゃあサイバーライフは何でしょうか。アンドロイドは永久に禁止されますか。現在サイバーライフと協力し変異体の活動を停止をしていますが、今回の出来事でどのような影響を受けるか交渉する時期尚早く。やっぱりなんかあれだね。じゃあ軍あジェリコ、昨晩の襲撃についてコメントお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の廃線に成功を仕掛けました。しかし、リーダーが無能なために数センター破壊することはできましたが、結局リーダーのマーカスを壊すことはできませんでした。あの人はもう本当にもう口先だけだけで、本当に口はもううまいだけなので、もうあの声がもう嫌で嫌で仕方がないので、これで終わります。思い出すだけで鳥肌が全身にあーともう山嵐のように立っちゃうので帰ります。そしてポッキーの日、バス停にたどり着くということです。 The last bus leaves in 20 minutes. That doesn't give us much time. We've got to move fast. 緻密だね。ところがまだ家族には慣れていない。お話ししましょう。そうしましょう。大丈夫。すごく寒いの。じゃあそのままにしよう。さっさと歩け。キリキリ歩け。カーラも鬼やな。まあちょっとね、時間があまりありませんのでシャキシャキ進んでいきます。いろいろとね、実はまあ見るところがねあったりするんですよ。あのなんかね、首をつってるアンドロイドとかがいたりするんだけど、今回はちょっと無視します。気になる方は一周目ぜひ見てください。さて、自分の頭を打ち抜いたアンドロイドたちがたくさんいるね。あれ、なんかすごいマガジンが長く見えたけど気のせいかな。まあいいや、チャカってつけるよ。もしくはじきともいい。これ何の型なんだろうな。僕 M92F が好きなんですけど、それ以外の銃はあまり知らないけど、コルトパイソン、それマグナムや。マグナム広い。さあ来ましたね、人間ども。誰も殺さないで、黙ってひざまずけ。ほんとこの人間たちってあれだね、ポンコツだもんね。バスに乗ることが最優先事項。残念だが、まずは自分たちが助からない限り他のアンドロイドを助けることは無理だ。まずは私の言うことを聞いていこう。さてさて、スニーキングショー、弟子に疲れずに行きます。黙れと言っただろう。まるでネズミだな。うようよ出てきやがる。ここで徹夜ごめんだ。そうだね、寒いもんね。ここら中弟子がいっぱいいる。行きたいところだけど、まずは奴らが通りてる。ごめんな。さっさと歩きと。早くしろ、入れ。どこに入るの？よし。こんだけちょろ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 動いてるの、バレないもんなんだね、結構ね。特別で。ジェリー。ジェリーって皆さん覚えてます？海賊の家に出てきた大量発生したやつだからね。で、銃を構えているのがトム。
置いてくるのダメ、殺せちゃう。で前回助けてるんで今回忖度します。本来は助けたいけどそのまま行きます。知らない間にもう3分も時間かかる。で順位下がるだろうな、これまた評価、あ下がらない。私のお胸においで、ふわふわしてるでしょ、包んであげる。さあ行こう。Hey, buddy. なあおい、え何、あ中立になっちゃった。君たち誤解で、私は人間だ。家に帰らせてくれ、妻が待ってるんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。いい、そんなやめろ、やめてくれ、プリーズ。うわこれはちょっと衝撃的ですね。ただし出てきた血は青かった。地球も青かった。あれちょっと待って、いけないよねこれ、どっか、あれちょっと待って、あこっちに行くのね、あえて遠回りするのね。 OKOK。 でジェリーがた、ところがアリスが中立になっちゃったね、どうしよっかね、親密になってたのにな。家族まで、おっち、あれおいで、急な QTE は怖いよ、やめてよ、ドキドキする。さーて、どんどん行くね、どんどん行くね。さて今がチャンスです。見つかった方が面白かったりするかな、大丈夫、あえて見つかってみる、ちゃうか。あれ今人間に見つかってたよね、思いっきりライト照らされてたよね。あら、さてさて今回はどうしようかな。前回はスッと行ったんですよ、この近道ところね。だけど検問所ちょっとない方向から行こうか、遠回りしてみる。さっきみたいにね、あのチュイーってなんか謎のライトで照らされたら、うん、でもそっちの方が安全かも。そうだね、よしここはじゃあ、11分3分 1.7キロ、 1.7 キロ走ったら、でしかもまだ12分あるしね。こっち行こう、走ろう走ろう走ろうよ。 1.7 キロ11分ちょっと歩けないと思うぜ。あーお、あれあ、終わりか。お疲れ様でした。今日、2038年11月1日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開し、平等な権利の交渉が解放し、破壊されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば、我らは手段を選ばない。世論はどれだけ嫌悪になろうが、ゆくゆくは上がっていく。デモのパターンの場合は革命は知らん。さあ皆の者立ち上がれ、歩いていくのじゃ。ほう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 、あれこんな旗持ってたっけ。まあ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 、色が違うからね。あれちょっと待って、ヘイヘイシリ、仲間は。すみません、よくわかりません。はあ一人で行ってるね、なんかすげえ寂しいな。あら誰もいない、めっちゃ雪降ってる。これで車が来てドーン、あちょちょちょ、おーなんかいつの間に現れたの、いつの間に仲間現れたの。でなんかすごい降ってきてるけど、あちょちょ、あれ大丈夫か、よし、こんなバリケードいつの間にあるんじゃ。遠慮はしない、そんな目立つところにいたら撃たれるんじゃないか。うわ、これが我々の戦い、徹底的にやったるね、拳でマークや。さて様子すごい尊敬の目で、あれ女子は、うわ出た、コナー、コナードアを開けます。ここは変わらんな、見晴らしのいい場所を探す。見晴らしのいい場所、ボンボンバカボンバカボンボン。おお、革命軍がたくさんいますね。
いわゆる反乱軍ってやつですね。で帝国軍だ、国が。ねえ、開けよう。さて、かっこいいな。モデルガンでもいいからさ、あのこういうライフルとかね、あとそれからあの星のスパス12、うん、あのあれです、ジュラシックパークで使われたショットガンで、2発だけ撃ってアラングランドが終わっちゃったやつなんだけど、安定するのかそれで。いた、マーカス。さて、ここでぶち抜くことができるのか。Put the rifle down and turn around with your hands in the air. 誰？あ、いやいや、I have the DVD もう狙い定めているんですよ。I'm going to shoot it. 撃たせてくれれば、あとはあなたの好きなようにするといい。Put the gun down. 銃を、これあれだよね、パート1に出てきた。やつだよね。そういう展開になるんや。なんで？撃たせたらいいやん。お前を知ってる。コーナーだろ。人質事件で交渉に来た。また会うと思ってたよ。悪いが見つけたアンドロイドすべて拘束せよと命令だ。ああ、そういうことになってんのか。だからあっち側の人間だと思ってるんだ。なるほどね。任務を邪魔させるわけにはいかないんですよ。戦おう。武器は置いた。銃を捨てろ。素手でやろうぞ。わかった。去ろう。と思うじゃん。おあ、違う、間違った。かっこいい。なんかマトリックスみたい。めっちゃ撃たれてるけどね。あれ ?RB と RX、あのね、RB と RB をね、いまだにね、ちょっと。瞬間的に間違えるんだよね。あれ今押した、押せてたのにな。悪いな。もう名もなきリーダーだね。君一体誰だったっけ。あ、でもさすがやっぱリーダー強いね。おー、かっこいい。わー、自分ごと撃って。なかなかえぐい展開。さて、任務続行だ。あれ置いてたやつどこ行った。これ置い、あらあんな置いた瞬間でスコープがいかれるほどしょぼいライフルだったのね。まったく人はなぜそうやってすぐに我々の邪魔をする。抵抗するから邪魔させないと言ったでしょ。待って、人張りのさ耐久力だったとしたらさ、あんだけボコ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 打たれてたらどうなったの。The bus terminal. バス停だわ。We've arrived, Alice. We made it. これアリス着いたのよ。あれ？遠回りするシーンは何にもなかったんだね。カナダボール。満席でチケットお持ちの方のみ特別通知うんぬんかんぬんだね。私はチケット持ってない。そうなんだよね。チケット持ってないんだよね。ここで足止め。どうすればいいの？そりゃもう皆さん。ねえ、分かりきってるよね。盗む。カラ。おーっと、検査してる。すぐにバレる。二人とも人間じゃないからね。あ、ちょちょちょ。アリス。アリス。あららら。あ、ベイビー、かわいいベイビー。I think Oliver likes you. オリバーが気に入ったみたいね。Is she yours? あなたの子。Yes.He's adorable. That's it. Got the sandwiches. Let's get going. You got the tickets, right? Yes, honey, in my bag. Great. Let's go. Let's go. So, my way に展開がね。さて、ここで残念ながらアリスとの仲がさらに悪くなっていくよ。前回はね、ティケットをね。こうやって手に入れたんですよ。アダルトな、アダルティーな。チケットがアダルティーにやらしいな。I'm sorry. Oh my god, I am so sorry. Shit, I don't believe it. 嘘だろ。You can't have lost them. まさかなくすなんて。Did you have a good look in your bag? なんか探したのか。カバンに封筒に落としたのか。Fuck. ダックス。
Excuse me, you don't have a blue envelope somewhere, do you? It has our bus tickets in it, and... 100万ドル出すか、それとも残念だな、知らないな。What are we gonna do? どうすりゃいいんだ。We can't stay here. 100万ドルくれないだったらね、それはね、無理ですわ。We have to find a safe place for Oliver. オリバーが危ないだろ。I'm so sorry, honey. Come on, Alice. I don't know what happened. They were right over my back. これゴールたどり着いてもダメな気がする。家族いられてないもんね。アリス、さあ、こういう時に限って、なんか、で、これでどうしたらいいんだ？チケット手に入れたから、優先的に通してくれないの？チケット。Yes, here they are. はい。OK, よし、それで。ここではあれなんてかむしろさ並んでる人たちをさなんかピーってやるよりさここでピーってやった方がさお前アンドロイドだったのかってならないのかな。本当人間ポンコツだらけだよね。ああマクドナルドみたいなバス。じゃあこれで脱出しよう。まあ脱出してね体行ってからアリスちゃんとイチャイチャすりゃ OK だからね。死なないよ大丈夫。だが正直に答えよう。こうするしかなかった。生き残るためよ。そういう顔するんだったら、じゃあ自分はどうしたらいいかっていうことをきちっと答えなさいよ。君9歳っていう設定かもしれないけど、アンドロイドなんだからっていう考えを持つのは辛辣すぎるだろうか。さあ行こう。てか、あそこに並んでる人たちは何なのかな。なんか最優先でアリス、カールたち、もうバスに乗れちゃったけどね。さてさて、バスに乗ることで何か波乱を起こるのか。現在、軍が反乱鎮圧を準備するのか。デトロイトは今や内戦勃発の状態です。彼らは廃墟を待つアンドロイドが抑制され、飛行船隊に向かっているようです。現在、施設の周囲は心より兵を配備されていますが、今、反乱分子との衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。さあ、持っている武器は一体何なんだ。結局、ジョッシュも戦う気満々やけどな。銃を手に取って。うわあ、拳で戦う。Freedom or death. 自由なくば死を。3、2、1。アタック！かっこいい！なんか普通に爆弾降ってきてる。さあ、ここで。あれ今、ジョッシュ倒れた？あ、ちょ、ジョッシュじゃなかったの。誰やったやつ。敵直して。完成装備でもあいつらに分けてる。急いで進んで制圧すると。それしかない。よし、君。ジョッシュ、気をつけろ、バギー。お前が手を入れて。うわ、なんかすごい重いね。リスクが高い。狙う。ロッキー。移動する。あ、ついてくる。あ、ジョッシュ大丈夫。ジョッシュ大胆。援護射撃。ファイ。あーやばい、そんなところで立ち止まるな。急ぎ、そう近づき方がすげえ大事なんだな。とりあえず助け、ジョッシュ、撃たれてる場合じゃないぞ。早くおいで。ういー、ずいー、ジョッシュ、そういうことか。ジョッシュ、これは無理だな。コーラ出るとは思わへんかったな。だが、血を流せば報いを受けることになる。ここに来てお説教、最後に俺たちの思いをみたいな、か頼んだぞ的なオチじゃなかったのか。さてそこで悲しんでる暇はない。とっととやろう。戦争とはそういうものだ。カバーミー、カバーミー。てか自らはやらないんだね。気づきを人間たち。あ、間違えた。やべ、QD がむずいな。あ、
ここに来て何言ってんの、何のために自由なく場所を進み続けろ、それが選択肢はない、行こう。ああ、赤マークが黄色マークに、ああ、でもそこでやられた、成功率 48%。 どうする、まあ、今のうち。でもこれどこに向かっていってるんだろうな。前進するのはいいんだけど、前進した上でどうしたらいいんだ。ちょっと待って、これなんか他に、ああそういうことか。なかなか難しいねこれやるの。 OK、 今のうちに移動。いや、あーでもな、これ援護してくれた人たちが、援護してくれたアンドロイドたちがどん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 やっちゃうんだよね。OK、 よし、 OK で、他にも、そう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 、 OK、 じゃあ今のうち、ほっ、乗り越えて、急にスニーキング、まあスニーキングできてないか。よし、じゃあ川向いファイ、ちょっとで、今のうちに移動。かっこいい、雪滑る、なんや、あそこか。おお、いいねいいね、そういう進み方ナイスよ。攻撃をしかれ、突撃、あ違う、援護射撃やな、俺ナイスで舞台に援護させる。あれちょっと待って、じゃあ突撃、攻撃する、よし、行け、そういうことか、なるほどね。ちょっといまいちよく分かってなかった、これ以上進めない。いやー、ちょーっとそうだね、もうなんかとにかく数打ち当たるみたいな感じになってるね。超適当だもんな。援護射撃、こっちで、こっちも援護射撃で、ここはどうしたらいい、君らという後ろから突撃してくるとは思わなかったな。ジェリコ、いやー援護射撃機体が、うわー、これなんか勝てる気しなくなってきたら、成功率あれだね。突撃させよう、近い方から突撃させよう、こっちから援護射撃機だ、よし、行こう。成功率が上がってった、よし、なるほどな、ここの選択肢で、あっ、やばい、あ、やばい、ノースやられた、やっちまった、で、キューティーミスかよ、何してんだ、あー、やっちまった、幹部がいなくなった、全員、うわー、なんというしょうもないミスをしてしまったんだ。これもまた一強ってやつですな。こう残念ながらノースを生かすというのを1周目でも2周目でも実現させることができなかったな。ここで戦意喪失するとかないよね。マーカスいけるような一人になっても戦う、違う、まだいっぱいいる、フリーダム、行くしかない、もうここで QT は絶対に見せられない、行くぞ。おお、それは卑怯、まさかの砲弾、あれどうなった、どうなった、うわー、意識が戻ろうとしてる、死んだふりした方がいいんじゃないか、実はなぜここで生きてる、探し出すのに苦労したぞ、バーカー、じゃあお前かコナーだった、トロップキック、まさかここで、おおお、前回マーカスはいい思いしたからコナーにしよう、すげえな、あ、ちょ、間違えた、痛い、なぜこの二人は当たらない、あれちょっとざけんなよ、これ
坊主頭がよ、オールバックにかなうと思うなよ。ほらほら、キック、パンチ、避ける、チュー、危ない、うまい、ほらららら、これで終わりだ。ミッションコンプリート。うわー、耐えれねえ。ちょっと待って。